地域学部国際地域学科の助川彩乃といいます。突然ですが、私が高校時代に所属していた部活は何だと思いますか？なんかイメージとか。書道。書道。テニス。テニス。家庭科。家庭科。実はですね、私高校時代なぎなた部に所属していました。そう例えば剣道の長いバージョンみたいな感じなんですけど、でも剣道と薙刀って全然違くて、剣道はもともと男の人のために作られたものなんで、なんですけど薙刀は昔は女の人が扱っているので、女性の人が扱いやすいように作られている。だから80歳ぐらいのおばあちゃんでも普通に競技やってる人がいるぐらいのやったんです。でもやっぱり年齢によって激しさは全然違って、私は高校時代に所属、なんで薙刀部に入ろうと思ったかっていうと、やっぱ新刊とかあるじゃないですか、そこで先輩たちがまず袴着てるのがめっちゃかっこいいと思って、でリズム薙刀って言って音楽に合わせて薙刀の動きをするめっちゃ面白いのがあるんですけど、なんかそれを見てめっちゃかっこいい、私もやりたいと思って入りました。で実際入ってみたら毎日朝から晩まで稽古で超きつくて、でも仲間がすごいいい仲間に恵まれて、辛かったけど毎日めっちゃ楽しかったし、インターハイまでこう行って戦えたのがすごい今までの人生の糧になって、実は今日も後輩たちが大阪でインターハイの本戦があって無事予選を突破したということで、私はめっちゃ嬉しい気持ちがいっぱいです。で私が今、なんで国際地域学科になるのかというと、こんな高校時代はずっと薙刀ばっかりやってた私ですけど、やっぱ薙刀をもっといろんな人に知ってほしいなって思って、やっぱり薙刀って実は世界大会もあって、いろんな人が実はやってるんです。でも、全然知られてなくて、競技人口もほぼ8割、9割としてなってて、やっぱり知ってる人がすごい少ない。だから、もっと、英語とかも通していろんな人に薙刀を知ってほしいなっていうふうに思って、